では内装ドアトリムから見ていきます。ブラックの内装ですね。ドアトリム周りも綺麗な感じかなですね。周りも特に気になるところなく、まあフロアマットの中はまあ若干すら汚れてますけども、破れてるっていうところはないですね。で純正の、ブラックのレカロシート、まあ若干ここら辺擦れてるところありますけど、サイドサポートも潰れてないですし、シート面で何か破れてるとかっていうところも見受けられないですね。助手席側もこんな感じで綺麗な感じかな。ちょっとここにほつれがありますね。でステアリングは純正です。すれはほぼないかな。こう綺麗な感じで、ダッシュボード上は、デフィのメーターが装着されてます。こんな感じですね。まあダッシュボードも綺麗ですね。でオーディオはソニー CD-MD デッキ、まあ、ちょっと古いタイプなんで、ここら辺は新しいものを入れるのがおすすめかなと思います。でドリンクホルダー周り、シフトノブはこれは S2 専用ですかね。シフトブーツなんかも結構綺麗な状態ですね。こんな感じで、グローブボックスがこんな感じで、 ETC はどこだった、ETC ここですね。装着されてます。ではちょっとエンジンかけてみたいと思います。かかりは非常にスムーズですね。引き上がりも特に問題なくといった感じです。でここのデフィのメーターは、水温計ですね。はい、ではちょっとリアシート見てみたいと思います。シートの方はこちらも特にそんな気になるようなところはないですかね。こんな感じで、トランクです。特にトリム類で欠品しているようなところは見当たらないですね。こんな感じ。スペアタイヤ、ジャッキ、工具なども、揃っております。そして、助手席、ドアトリム綺麗ですね。こんな感じで、なかなか内装この距離走ってこの年式立ってるという割には結構綺麗な状態を維持してるかなと思います。以上です。